テキサス州知事は、アメリカ合衆国テキサス州の元首政府の長、最高責任者である。知事は、州政府の立法府と行政機関を指揮し、テキサス州軍の最高指揮官を務める。知事は、テキサス州議会が可決した法案を承認、または拒否する権限を持っている。また知事は、弾劾と反逆罪を除く刑事事件において、 テキサス恩赦仮釈放委員会の推薦に基づいて恩赦を与える権限を持っている。現職は2015年に就任した共和党のグレッグ・アボットである。テキサス州知事に立候補するには以下の資格を満たさなければならない。1845年に採択されたテキサス州憲法では知事の任期は2年で6年間で4年を超えないように定められた。 1861年の分離時の憲法では、選挙後の11月第1月曜日を任期開始日に定めた。南北戦争直後に採択された1866年憲法では、任期は4年に延ばされ、12年間で8年までと定められ、就任日は立法府組織後の最初の木曜日、またはその後、可能な限り早急にに変更された。 1869年のリコンストラクション期の憲法改正によって人気数の上限は撤廃され、テキサス州は現在まで人気数上限のない14州の一つとなった。1876年の会見で人気は2年に縮められたが、1972年の会見で再び4年に伸びた。テキサス州知事選挙は4年に一度、11月の第一。 月曜日の直後の火曜日に開催される。知事は1月の第3火曜日に副知事とともに就任宣誓を行う。任期の上限が定められていないものの、19世紀及び20世紀のテキサス州知事で、最長政権はビル・クレメンツの8年、ついでアラン・シバースの連続7年半である。2000年から2015年までのリック・ペリーはこれらの記録を更新し、 4年任期を3回連続で務めた初のテキサス州知事となった。ペリーは2010年11月2日の州知事選で勝利したことでシルバース、プライス・ダニエル、ジョン・コナリーと並んで3度選出されたテキサス州知事となった。知事が任期途中で空席となった場合は副知事が昇格する。ありがとうございます。